皆さんこんにちは。今回の動画は当チャンネルでは3年ぶりとなる制度の歴史を紹介していこうと思います。なお今回の動画も三重県の大を基準に過去現在に分けて紹介していこうと思っております。あとこの動画を最後まで見てもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。昨週にて判明している最古の聖堂の過去、現在聖堂の監督を務めている片岡哲心が高校時代の聖堂から振り返っていきます。片岡は聖堂入学当初目つきが悪く、しかも敬語が使えない選手であったが、当時の監督がこの片岡を気に入り、1年秋からエースナンバーを背負わせた。1年秋の大会はベスト4で終わってしまったが、2年夏の予選で覚醒、4年ぶりとなる8回目の甲子園出場、さらには甲子園準優勝、続く3年春の選抜でもベスト8と聖堂の黄金期といっても過言ない成績を残していました。この勢いで3年夏も西東京大会を優勝し、3期連続の甲子園出場に期待されていましたが、あと一歩のところで敗戦、3期連続の甲子園出場は叶わなかった。その後時は流れ、みゆきが中学3年生の頃、この時聖堂は西東京で毎大会ベスト4には入るが、あと一歩のところで甲子園出場から遠のいていた。なおこの隊は夏の大会準々決勝で3校に敗戦、ベスト4にも入ることができませんでした。みゆきが高校1年生の頃は当時3年生で後のプロ野球選手となる東清邦がいました。この東の代は4番の東を軸に強力打線で甲子園を目指していた。しかし夏の大会は準決勝で2ナイスに敗戦。みゆきが1年秋の頃、新チームのキャプテンは1校への結城哲也。1年秋の大会はまたもや3校に敗戦。なおみゆきはこの頃から1年生ながら正捕手を務めています。2年春の大会では秋の大会で敗戦した3校に準々決勝で勝利するなどし、関東大会に出場。ちなみに関東大会の方は1回戦で横浜のオマージュ高校に敗れ1回戦敗退。2年夏の大会では東の代同様稲石と対戦、1点リードで最終回を迎え、さらにあと1つのアウトを取れば甲子園に出場することができた。聖堂3番手当時1年生の沢村が許したデッドボールをきっかけに、試合の流れは完全にナイスへ、同点さらには逆転まで許し、聖堂はあと一歩のところで6年ぶりの甲子園には出場することができませんでした。ここまで見る限り聖堂は選手権の最高成績は準優勝、選抜はベスト8、東と結城の代あたりから聖堂はベスト4常連校となってしまい、6年近くイナイス3校に甲子園を許している。2年秋となる三重県の大の新チームでは、秋の大会は決勝で躍進に勝利、選抜と神宮大会に出場することができました。神宮大会は三重が怪我の影響で不在の中ベスト4、選抜では神宮大会で敗れた大分の方明高校と対戦し勝利、さらには新潟の高校にも勝利し、準々決勝まで駒を進めていました。しかし準々決勝でこの選抜を優勝することとなる南北海道駒大藤巻と対戦、当時両チームの2年生エース聖堂フリア駒大本郷の投げ合い、試合の方は0対2、事実上の決勝戦のような試合をし聖堂は敗戦。その後選抜帰りの3年春の都大会では選抜圧強と優勝候補であったが、準決勝で3校に敗戦。そして三重としては高校生活最後の大会となる夏大予選、春大でベスト4に入ったこともありシード校として3回戦からスタート。なおこの代でようやく7年ぶりの選手権の切符をつかむ。前半は持ち前の攻撃力を発揮し3試合連続でコールド勝ち、3回戦は初回から試合が動いていた。先攻の由良総合が聖堂先発の沢村に襲いかかり2点を先制、しかし聖堂はその裏1、2番が連続ヒットを打ち、まずは1点、
序盤はこの1点止まりでありましたが、中盤から聖堂はシード校としての実力を発揮、継投で聖堂打線を抑えようとしてくるユラ総合ピッチャー陣から得点を奪い、気づけば7回終了時点で10対2、7回コールドが成立し聖堂が初戦突破。4回戦は3回に聖堂が内野ゴロの間に1点先制、その後上位から下位にかけて複数人の選手がタイムリーを打ち計8得点、5番前園がスリーラン打ったのが印象的。八王子3番川端にヒット許しましたが、2桁奪三振の無失点ピッチング。最後6番をレフトフライに締めゲームセット。5回戦は野仁金学園の先発ピッチャーで浦部という少し訳ありで面白いピッチャーが登板しましたが、聖堂打線爆発、初回3番シラスのホームラン、またシラス以外のバッターも結果を残しビッグイニング、2番手としてマウンドに上がった三浦からも得点を奪い計2桁得点、13対0、圧倒的な攻撃力を見せ5回戦突破。後半は準々決勝でコールド目前までの攻撃力を発揮していましたが、三浦雅久、稲井成宮、準決決勝で全国の舞台でも通用するようなピッチャーと対戦するようになり、一気に得点力が激減。しかしここぞという場面でクリーンナップが結果を残し優勝に貢献。準決勝では3番シラスの同点打からの4番三浦の決勝打、決勝では4番三浦の同点打からの5番前園の決勝スクイズ。結局どの高校が優勝したのか、聖堂は最終的にどんな成績を残したのか、いろいろ不明なまま終わってしまった聖堂7年ぶりの選手権でありましたが、2回戦の内容まで判明。聖堂は予選の勢いそのまま1回戦2回戦を突破。この計2試合で印象に残った選手としては沢村しらす、川上フリア。三重県大の成績を整理、秋田予選優勝、神宮大会ベスト4、選抜ベスト8、春田予選ベスト4、夏田予選優勝、選手権2回戦突破、2期連続の甲子園を決め、選手権の結果次第では片岡の大を更新、聖堂の黄金期といっても過言のない成績では。以上、今回は聖堂の歴史を紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。